原告は終わった。あとは数学か。ここは公式を当てはめればいいから、計算ミスにだけ気をつけよう。気のせいかな。どこまで考えてたっけ？ダメだ。最近ずっとこうだ。小さな物音がするだけですぐに集中が切れる。この間の期末テストの時もなんだか集中できなかった。真冬？あ、気のせいだったみたいね。お母さんは私のことを心配して様子を見に来てるだけだと思う。思うけど。真冬？調子はどうかしら？あ、うん、大丈夫だよ。今日の分はちゃんと終わると思う。そう、さすが真冬ね。でも、もう遅いから霧のいいところで終わらせて、休んだ方がいいんじゃないかしら。やりきれなかったところは、早起きをして頑張ったらどう？はい、ホットミルクよ。ありがとう。とっても美味しいよ。よかったわ。そういえば、明日は期末テストが返ってくる日よね。真冬も力を入れて頑張っていたし、結果が楽しみね。うん、そうだね。それじゃ、今日はほどほどにね。おやすみなさい。おやすみなさい。もうすぐ、25時か。みんな、今頃作業してるんだろうな。もう、寝なくちゃいけないけど。今日の分、まだ全然進められてない。もう少しだけ、勉強しよう。はい。思った以上に下がってる。どうしよう。真冬も力を入れて頑張っていたし、結果が楽しみね。すみません、大丈夫です。あ、いえ、何も。はい、ありがとうございます。ただいま。真冬、お帰りなさい。テストは帰ってきた？ううん、まだみたい。先生が忙しいみたいで、採点が遅れてるんだって。あら、先生も大変ね。早く帰ってくるといいわね。うん。テストのこと言えなかった。でもいつまでも隠せるわけない。早く
お母さんに伝えなきゃ、伝えなきゃ。いけないけど、今、成績が落ちたって知られたら、何を言われるかわからない。何か言われるだけで、済むの、かな。もうすぐ次の模試がある。そこで取り返して、一緒に渡せば。まだ、大丈夫かも。次、取り返せれば。